エリー・デケルは、アメリカ合衆国の経営者、デケルブランド創設者兼 CEO、レジェンダリー・ピクチャーズブランド開発兼、コンシューマー・プロダクツ担当エグゼクティブ・バイス・プレジデント。カリフォルニア州立大学のオスリー事項で、マーケティング・コミュニケーションの学位を取得後、エンターテイメント業界でのキャリアをスタートさせる1989年から、サバンエンターテイメントにて働き、 同社が輸入した番組が吹き替えを行っただけでアメリカで放送できるかなどをチェックする仕事をした後、同社のマーケティングプロモーション担当上級副社長となる。サバンとフォックスキッズの合併会社フォックスファミリー、ワールドワイドのマーケティング広告担当執行副社長を経て、1998年にコンシューマープロダクツ担当執行副社長となり、後に社長に就任する。 さらにサバンコンシューマープロダクツ社長としてマーケティング及びブランディングを総括した。2001年にフォックスファミリーワールドワイドがウォルトディズニーカンパニーに買収された際にクリエイティブアーティストエージェンシーに移り、2004年5月までライセンス関係のエージェントとして活動。2005年6月に20世紀フォックスに入社し、2009年6月まで同社のライセンシング 商品化担当執行副社長を務める。2009年7月にサバンキャピタルグループに移り、マネージングディレクターとなる。2010年にサバンキャピタルがサバンブランドを設立した際に社長に就任し、ライセンシング、マーチャンライジング、知的財産の管理などの業務を総括した。サバンブランドの関連会社ボルテックスの共同社長でもあり、 同社が運営している CW テレビジョンネットワークの子供向け番組放送枠を監督する立場にもあった。2015年7月、サバンブランドの社長を辞任。同社の上級顧問となり、できるブランド社を設立。2016年6月にサバンブランドの顧問を退いた後、サテライトオブラブにて、テレビ番組ミステリーサイエンスシアター3000のストラテジックブランドアドバイザー兼。 ワールドワイドコンシューマープロダクツライセンシングエージェントとなる。ありがとうございます。